はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2018ペナントレース、2回戦バッファローズですね、やっていきたいと思います。試合へ行きましょう。で、ショートをね作って、くれた人がいるので、今回もちょっとオーダーを変更して、先発はスピードスター、球速130キロ、あ、特に球速で押してるっていうスピードではないんだね。まあいいや、お任せしよう。調子のいい人がいないからね。先発体制だよね、この色は。スライダーとフォークか。他はこんなもん、OK。で、スターティングオーダーはちょっと変えていきます。おなら丸くんが入ってくれました。パワーロボだね。魔術師で、肩 B、守備 A ということなんで、今回はおなら丸くんをショートで起用していきます。はい、じゃあ、このスターティングオーダーでいきたいと思います。まあ、守備にね、特化させた分打撃力が落ちてるんで、どうしてもね、下位打線のね火力が相当不足してるんで、まあ、できればクリーンナップあたりで点をもぎ取っていきたいと思います。スピードスター先発。今日はどんな投球を見せてくれるのか。フォークとスライダー。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは西野。あ、そうそうそう。でね、成績を見せてから能力に移るようにしました。おお、先頭打者いきなり打たれた。足 B か、ちょっと怪我しよう。無理か、やばいな、いきなりピンチを迎えてしまった。これはもうファーストでいい、 OK。 1点は覚悟しないとね。これ3番吉田、今のところ、まあシーズン始まったばっかりだけど、ね、6割持ってんのかこいつ。これでアウトが取れればでかいんだけどな。いや、これはもうしょうがない。ロメロパワーヒッター、内野安打、フルヒッター、引っ張られたら終わるな。弾道4のパワー A か。さすがに4番張るだけの力はある。フォークは落としていこう。よし、 OK。 3球三振、まあ1点しょうがない。これは1回の表が終わって1対0、高校チーム先制点を奪われています。いい形で、向こうとしては取ってきたね。まず1点っていう田島。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏1点を追いかけます。玉三郎、うわ、どういう球種だこれ。152か。危ない球。スロースターター、今のチーム作る。第3球を投げた、インコース引っ張った。ちょっと早いね。球速150にあるから割とね早めを意識してるんだけど、意識しすぎて早く振っちゃってるね。投げました。こんなもん。でもちょっと正面に行ってしまった。ランナーはありません。右バッターボックスには西野君。西野君もただ4割いってんな。まあ、まだ最初だからね。最初っていうか開幕したばっかりだからね。取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番アンドリ。アンドはちょっと狙っていこう。もう1本2アウトになっちゃってるし。投げました。ダメだ。引っ掛けた。フラフラッと上がった。取ってアウト。3アウトチェンジ。田島、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、結局1本持ってなかった。バブローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは T 岡田。初球から打ってった。抜けた。 T 岡田もな、結構能力高いね。パワー A あったよね。ナイスバッティングです。バッターは6番マレー。走っては来ないと思うんだけどな、さすがに。初球空振り。第2球投げた。これもしかし空振り。第3球をボール球を投げる。何、宇宙間のフライ、ヒットになります。3塁まで走られそう。マレーのいいバッティングを見せました。必殺持ちか。広げています。インロー見送ってストライク。まずは入れてきました。スライダーボール。第3球ストレートはボール。内角高め投げた。うわ、嫉妬してしまった。これは結構まずいな、カウント的に。外れました。フォアボールです。フォアアウト満塁か。バッターは伊藤。見送ってボール。第2球流し打ち。オッケー、ナイスナイス。これでワンアウト。ランナーはフルベース変わりません。第1球低めを意識して投げていこう。見送ってストライク。まずは決めてきました。投げました。打った。どうする。ホームに突っ込む。いや、これはバファローズ1点入りました。アウト1つ丁寧に。なおもピンチが続きます。
先ほどヒットを放っている西野もう第2球点を取られると結構スタミナが減るからね。少し迷ったか。投球は3球目投げました。打った。うわセカンドライトバックホームバカローズ。さらに守備力はね花一問目 B あるんだけど。リプレイをご覧ください。無理か。バッターは2番ちょっとあっちに寄ってた。投げました。初球フォークボール空振り。第2球守備位置は全然気にしてないからね。セカンドゴロ正面。あでもセカンドってあそこが定位置なの。もうちょっと中間なイメージがあるんだけど。2回の表が終わって3対0。2回の裏3点を追いかけます。タヌキは狙ってこう。高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターが DH の打ちました。初球打ちライトへのフライだ。取りました。これでワンアウトランナーはありません。ヒットが出ない。バッターは5番リッキー。まあ狙ってくけどね。第9投げました。ほい。初球打ちました。フラフラッと上がった。ショート落下点に入りました。ショートを掴みました。これでツーアウト。ロックオンがね下がるとねやっぱりすげえ打てなくなる。投げた。サクスペもねそのエキスパートでクリアするとっていうのがあったけど、エキスパートでやってみたけど全然打てなかったわマジで。先頭バッターは吉田。もうずっとノーマルだなって思った。2018のねサクセスもね投げた。打ちました。エキスパートでやったんですけど、あー間に合わないか。全然打てなかったですね。投げた。外れた。試合での経験点がねめちゃくちゃ下がる。これは OK でしょ。落下点に入った。ファウルグラウンドキャッチしています。バッターは4番ロメロ。もう4番か。3点取られてるから結構打順の周りが早いよね。バックネットの前でボールを掴みました。バッターは5番 T 岡田。第9。ここのチームのさクリーンナップも怖えな本当に。当たり損ねのファーストゴロ。スタート取ってアウト。よしなんとか3回は見事バファローズ打線を抑えたね。3回の裏高校チーム攻撃に入ります。ちょっとここは花井投げました。真ん中に送ってストライク。ミートを開いて第2球投げました。危ない球。なるべくさ当たってくれてもいいんだけど。第3球は当たって怪我とか。低めのボール引っ掛けた。ちょっとパワーがないねやっぱり。ランナーはアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは8番ヘッポコ。ヘッポコなのヘッポコとか言ってさ呼んでくれるんだ。ヒット。完全守備力特化だからな。今シーズン1本目のヒットが出ました。投げました。打ちました。よし OK。 センター前のヒットになります。繋いで繋いで。まあ、うちのチームは多分本当にミート開いて繋いでった方がね得点は上がると思うんだけどね。カットボールか。第2球投げました。そんなにさちょっと待って待って待って。あー行くか。危ねえ。取られるかと思って一回戻ったけど。そんな頻繁に変化球投げてこないから。投げてくるけどストレート全然狙っていけるピッチャー。投げた。スローカーブ3球か。投球これから4球目。危ない球。緩急をつけてきたけどこれ最悪押し出しても良さそうだな。球目いややろう。いい当たり。破った。打てる球はただし打つ。レフトバックホーム。OK 1点返した。チーム点差を2点に縮めました。先ほどのプレーです。ワンアウト満塁という場面でどうするアンドゥ。第1打席はいやこれは初球打ちました。センター方向に持っていきました。掴みました。どうやって進むんだっけ忘れちゃったよ。これでツーアウト。一人だけ進塁したいとき。さあいよいよ試合の流れが変わりそうだ。犠牲フライ1点ものだったけどさちょっと第9投げた。低めに送ってストライク。ピタッときたらな振ってくんだけどな。危ない球。第3球を4番としての。うわ追い込まれた。追い込まれました。仕事ができるか。タヌキ打った。上げてしまった。に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。打ち取られたね。高校チーム試合はこれから4回に入ります。これになるとさみんなめっちゃ強くなるかんな。初球空振り。初球空振りから投げた。2球目ストライク。もう追い込んでいます。投げました。1球外してボール1個の出し入れっていうコントロールはないからなスピードスターには。打ったに当たりだ。ボールはライナーで OKOKOK 当たりがよく助かった。ランナーはありません。
バッターは指名打者中島、第1打席はフォアボール。いつも広角打法とか持ってるしさ。アウトコース高め、ストライク。第2球長嶋一も持ってるの。バッファローズ普通に投げました。打線強くない？中田君も OK、 いいね。打たれてるけど球がいいところに飛んでるから抑えられてるね。バッターボックスはファーストライナーに倒れています。内角低め見送ってストライク。ちょっと入っちゃったな今のは。センターへの打球、玉三郎無理か。伊藤いいバッティングを見せました。走って D は走ってこないと思うけど、一応ちょっと警戒していこう。打ちました。うわこれは大丈夫か。センター前進、取りました。よし抑えたね。スリーアウト。一塁ランナー伊藤残塁に終わりました。4回の表が終わって3対1。バファローズこの回の攻撃は4回の裏途中で普通に実況途切れるんだ。攻撃に入ります。トップバッターはリッキー。第1打席リッキー初球を打った。レフト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは6番、最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。中田君のミートが高いからね。ただ初球から打ってった三遊間の打球アウト。これで2アウトランナーありません。左バッターボックスは7番。やばいな、7、8、9あたりまで回してちょっと次いい打順で行きたいんだけど。ファール。第2球内角攻めも取ってるか。見送ってボール。玉持ちも良さそうだね。玉持ち丸がついてるから。外を際どいボール。タイミング取りづらいとか今のところあまりよく分かんないからね。その玉持ちが良くて打った。ヒット。よし頭上を越えた。これで2打数の1安打。おならまる。バッターは8番ヘッポコ。これが2度目のバッターボックス。打ちました。初球打ち。ショートバウンド取った。ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。ランナー1塁に残塁です。完全にロボットだな。4回の裏が終わりまして3対1。バファローズ2点リードは変わりません。バファローズこの回1番からの高打順になります。さて5回まで来たか。点差は2点。投げた。まだまだ全然。まずは入れてきました。勝負はわからない。投げた。打ちました。いいね。ボールを掴みました。バッターは2番大城。まあただね、球速130だから速球で押せるかって言われるとそういうタイプでもないからね。やっぱり落差のあるフォークだな。これをうまく決められるか。コントロールがいいだからね。第2球投げた。空振り。投げた。お、今当たった。ファールチップ。見送ってボール。第5球。こういうのってやっぱ読まれるのかな。打ったファーストの横、一塁へ送る。いいねいいね。スタート取ってアウト。スリーアウトチェンジ。立ち上がりはちょっと点取られたけどちゃんと抑えてる。5回の表が終わって3対高校チーム。さてまずは脇屋くん投げました。ストライク。おー入れてきた。厳しいところでした。第2球投げました。おーバットが折れた。バットが折れた。西野バックしていった。しかしバットが折れたのがこうそうしたかよくわかんない。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。いいねポテン。バッターはトップに帰って玉三郎。玉三郎、玉三郎、玉三郎って言ってんね。バッターの足元投げました。ボール。よく見てこう。投球はこれから3球目。おーっとこれはいいね。失投を逃さない。玉三郎ならいける。走れる。これはチャンスだ。上位打線西野くんもミートはねでかいからね。おっとこれはアンドいけるか。一発狙っていこう。失投多いねこいつも。田島くんはははインフィールドフライが一番最悪だ。まあゲッツーよりはいいけど。いやまだ狙っていける。タヌキも狙っていけば強振だな。おっしゃ。いや一応走っとこう。オッケー。さすがよこいつは。いや一気にひっくり返ったね。ギカツすぎる。嬉しいのかどうか顔で判別ができない。いや頼れる手法だよ。でも交流戦が始まるとね DH がなくなるからね。セリーグと戦うときはそうだよね。そういうルールでいいんだよね。力丸もちょっと狙ってく。
ダメだ。センター前に出る。打ち返した打球はセンターへのフライ。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは6番。今日はショートライナーとサードゴロ。投げた。打ちました。引っ掛けた。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。まあここは逆転満塁ホームランが出たんで。5対3。高校チーム逆転に成功しました。ゲームはこれから後半6回に入ります。スピードスター。7回までいけるかな。この調子だったら。割と投げさせてもいいんだけど、投げた。インコース低め空振り。タイミング合いません。こっからの4、5、6を投げました。無失点で抑えたい。次が4球目。投げました。ストレイク。追い込んで第5球。投げました。外れた。もうフォークよ。行こう。投げました。よし、ナイス。T 岡田もな、一発があるからな。なぜかバントも持ってるし、初球ストライクからバントも持ってて打てるキャラか。見送ってストライク。第3球を。ただ三振。投げた。見送ってボール。投球これから4球目。ボール。第5球。フォークで決めよう。投げた。よし、ナイスだ。見逃し三振。バッターは6番マレーロ。マレーロもさ、何なのこいつら。もうパワー、おー危ねえ。パワーヒッターだらけでさ。同じようなところだけど出す。第3球を投げた。もういいね、できた。これはもう決めちゃおう。フォークで投げました。オッケー、やっぱフォーク、うん、いいね。リプレイをご覧ください。落差のあるフォークは強いよ。見事な投球でした。さてここからの下位打線。マウンド上ピッ6回の裏、高校チーム攻撃に入る。そうか、もう降板したか。5点取られてるからね。こいつさ、防御率がかわいそうなことになってんだけど、ちょっと1回登板して打たれてそのまま交代させられたんだろうな。一塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは8番ヘッポコ。これが3度目のバッターボックス。投げました。ヒット。初球から打ってった。レフトへ飛んだ。これは多いね。ヒットは見逃さない。2塁までいけるか。これ2塁までいければでかいな。ツーベースヒットを放ちました。高校チーム追加点のチャンスを迎えています。ロッキー君かっこいいよね。チャンスへ第9投げました。逃さない。打ちました。チャンスへ。レフトの左。よし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 。打球が転がっている。ボールは中継。高校チーム1点入りました。6対3。ここで点を取れたのはでかい。先ほどのプレーです。チャンス A をつけたのはかなり正解だったよね。こういう時に打力がなくてもワンアウトランナー二塁という場面で打てるっていうのが。アウトコース低め、スプリット外れてボール。投げました。おお、入ってきたか。第3球を投げた。これだ。ああ、しまった。二塁ランナー三塁になるか。ああ、ツーアウトランナー一塁に変わります。一塁には投げられなかった。今日4度目のバッターボックス。ただ三塁が死んでしまったからな。初球を打ちました。クリーンヒット。球いける。お前ならいける。走れんだろう。いい足してるぜ。高校チームさらに1点追加。7対3。さあリプレイです。バッターは3番アンドリー。今日はここまで3打数ノーヒット。投げた。アンドリーはちょっと初球打った。打率が良くない。掴んでこれで3アウトになります。ブルースタジアムからお送りしております。高校チーム、まあ、一発を狙ってるからね。クリーンアップ345は7対3。まだいけるな。これはいける。突入します。先頭バッターは指名打者中島。今日はフォアボール。おお、怖い。レフトフライ。第2球。これだって途中降板すると怖い。決まったストライク。第3球。防御率3以上になるってことでしょ。1回しか登板してないから。で9回投げ切ってないってことだからね。投げました。ギャー、花1本目ゲット。取れない。マジか。中島ナイスバッティングです。バッターは8番 F か。まあ、気にしなくていいや。ランナーは初球決まってストライク。踏ん張りどころだね。ここがちょっと7回までだな。投げました。打ちました。センターへ飛んだ。ちょっと待って。ボールは中継。伊藤連打されてるね。いい。アタックポイントを変えるべきか。ここはバントに警戒します。変えよう。すいませんね、変えさせてもらいます。中後ろく、これね、ちなみに中後ろって読むみたいですね。出したいんだけどな。河合くんはちょっと
スタミナが減ってるな。ハンマーでいくか。いや、ハンマーはあれだ、抑えだ。ってことは、政宗はな、村正か、うん、村正か。超遅サークル、ドロップカーブ、急速で押すか。適正は大丈夫そうだね。よし、ちょっと村正くんに託そう。高校チームピッチャー交代です。スター降板、今シーズン初のマウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。超遅サークルってどんなの知ってこれさ、何練習でも嫉妬すんの。まあいいや、まずはストレート投げました。ストライク、村本厳しい球押していこう。ストレートで投げました。ボール、第3球をゾーンを使って船投げました。ストライクで、ちょっとこれを見せる一回からのストレート投げた、打ちました。ファールボール、ドロップカーブ投げた。いいね。空振り三振、ピンチヒッターは小谷。第9投げた、よし、これはゲッツいけるっしょ。よくやった、仕事したね。高校チームダブルプレーでピンチをしのいでいます。7回の表が終わって7対3。いや、これはマジでよくしないだ。さあ、ここは守備を変えてくるようです。さて、こっちもちょっとユッキーとかを投入するか。ラッキーセブンの攻撃、先頭タヌキ君は今日4打点を挙げています。もう1本打ってもらうとして、打ちました。これはいい当たり、さらに行くか。センター交代、うわー、ちょ待って、走んなかった、走ってなかった、もう行ったと思ったもん。さあ、バッター、チャンスをものにできるか。ちょ、力丸くん、やったら力丸も打てるキャラだからな。インコース低め、ボール、ちょっとやる気がないっていうのは気になるけど。投げました、高め、打ちました。これは落ちないね。センター方向へ持っていきましたが、取りました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。さて、この6番、ちょっと待って、打ちました。初球打ち、これは5点にならない。掴みました。これでツーアウト。下位打線になってくるとね、なかなか難しいんだよね。初球打ちました。でもこれは落ちそうだな。走れる、いや無理だ、ちょっと止まっとこう。これは1人になります。花井、ナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。今日さて、ロボット君、ヘッポコ、第9投げました。低め、ストレートは外れてボール。第2球投げました。嫉妬、よしよしよし、もう嫉妬でしか打てない。ボールは中継、嫉妬を逃さず1点入りました。8対3。マキヤ君さ、チャンスが来てるから打ってんね。初球打った、打球はセンターへ、ヒット。これもちょっと走れないよね。いいバッティングを見せました。高校チームなおもチャンスが続きます。割と打てるようになってきたな。投げた、顔の前通過、投げた嫉妬嫉妬は逃さん。レフト前ヒット、嫉妬男だな。嫉妬を打つ男。高校チームこの回3点目。小林降板、右のここまで2安打の西野。西野くんもちょっとじゃあ狙ってく、パワーいいだけど。初球外れても、ミートが C あるからね、うまくタイミングが合えばシュート回転。投球は3球目、投げた、インコース、あ、ムービングファストか、ずれたと思ったら。第4球は外角低め外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。さて、アンドを狙ってこう、もちろん投げました。初球から打ってった。ミートが小さいからな、やっぱり難しいんだよね。これで3アウト、チェン F はね、ちょっときつい。7回までが終了しまして10対3、高校チームリードを7点としています。さて、ここはじゃあ安全策を取っていきますか。守備交代、ヒュッキーと異常なんだけど守備力がちょっとおなら丸と交代じゃなくて、こいつもともとセカンドだ、間違えた。待って、基本はもうあのメインポジションを使っていくんで、変えて、でおなら丸はショート、まあこんなもんか、一応これでいこう。さあ、ここは守備を変えて、第9投げました、打ちました。初球打ち、三遊間、どっちショートでも良かった気がするけど、おお、これでワンアウト、ランナー、肩を考えるとね、おなら丸でも吉田、これが4度目のバッターボックス、良かったかもしれないけど、まあ取れたんでいいでしょう。こいつはグイグイストレートで押していく。空振り、タイミング合いません。投げました、どう打たれた、ストレートで押しすぎたわ。
今シーズン第2号ソロホームラン。まあまあまあ気にせず気にせず、まだまだ点差はあるんだ。ストレート決まってストライク、まずは決めてきました。投げました、流し打ち。おお、いいね、力丸くん頑張った。これはすげえ、今のはファインプレーだ。超遅サークルから入ろう、こいつには。一回遅い球を見せておいての、さらに内側、これちょっとだいぶ内側で見せよう。でドロップカーブ、ゴー、反撃が始まってる。 T 岡田も2号か。右バッターボックスは6番マレーロ、これが4度目のバッターボックス。まっすぐ見送ってストライク。本当にクリーンナップ強えよな。打った打球はショート右、よし OK、 一塁送球、軽快な動き。8回の表が終わって10対5。さあここは守備を変えてくるようです。ここ、ね、8回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者、今日4打点を挙げています。ミートね、 D やるとね、やっぱりちょっと違うんだよね。第3球を投げた、打った流し打ち、打球はレフト前へ、レフト前のヒットになります。ダン2塁を狙う、ダン2ベース、なんて言ってんのザンみたいな感じで。第9投げました、うわ打ちました、キャッチャー落下点。バックデッドの前で力丸くんがちょっと掴みました、打てないな。第9投げました、外角低め外れてボール。第2球投げました、外れた。ちゃんと見てこう。まあその代わりね、タヌキ君も他がちょっと、おお走れる、ちょ走ろう。二塁ランナーそのままホームへ向かった、ホームイン、頑張ったね。 F で入りました、11対5。さてユキ1球入魂、1球入魂はもうマジで1球目に全てをかける、ガー終わった。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、打った、ボールはライナーでライナーか、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、危ない球。第2球投げた、アウトコース高め、フォークは外れてボール、フォークを多投してくる。第3球を投げた、打ちました、左中間、これも左中間取りました、これでダメだ。8回までが終了し、さてここはハンマーに任せよう、抑え、高校チーム、ハンマーカンマー、今日3人目のピッチャーとして登板です。いいつなぎ方だ。第9投球率がちょっと初球を打ちました、イニングをね投げないからね、点を取られちゃうとどうしても防御率が上がってしまう。バッターは8番伊藤、今日4度目のバッターボックス。ボール第2球、緩急をつけたスローカーブ、投げました、内角低めに送ってストライク、投げました、ボール、コントロール F か、投げました、これは引っ掛けた、ボデボデのサードゴロ、西野君 OK。 さあいよいよあと1人、右バッターボックスは9番足立、スタンドからは大きな声援が上がっています。インハイに送ってストライク、まずは入れてきました、ストレートとスローカーブ、おーいいね、緩急差。次の1球が最後となるか、これはちょっと外す、うおってボール、チェンジアップ、投げました、いいね、やっぱ緩急だな、野球は緩急だ。チーム大差で勝利しました、今日はうまく勝ってた、失投がねちゃんと打てたんで、まあ、それが良かったと思う。さあ本日のヒーローは2名、6回3点だったら全然いいでしょう、スピードスター君も。タヌキのね、満塁ホームランが効いたよね、4打点。高校チーム勝利しました。勝利投手はスター、敗戦投手は田島。高校チーム、今日はいい内容でした。次のゲームも期待したいと思います。オッケー。実況スピードスターからタイムリーヒット。このねスローカーブもね俺的には結構良かったと思う、まあ、ただの三遊間を抜けた当たりだったけど、スローカーブをうまく捉えた。これは外野フライに
打ち取られたやつだね。 P 弾道をタヌキ05のさ、 P ってどういう意味？うまく入ったね、これも。お、3連続奪三振。こう、そうだね、尻上がりに調子を上げてきたよね。別に尻上がり持ってるわけじゃないけど。で、6回タイムリーツーベース。外野も大変だね、こういうのがあると追っかけなきゃいけないからね。お、これで終わりか。解消。スピードスター一勝だね。で、タヌキが5号 T 岡田と吉田に打たれてる。まあ、ヒット18本打てたからね、今日はバッティングの調子が良かったな。ユニフォームの開発、消しゴムの開発、これ何なの？ユニフォームの開発。あ、そうそうそう、入団しましたと。まあ、全然今だったらまだ枠はあるんでね。はい、というところで、今同率1位のところか。まあまだまだね、全部で試合は5試合が終わったところになりますので、まあ一つ一つ、勝っていきたいと思います。というところで、じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。まだまだ選手は募集しておりますので、まあ作ったらね、まあ最初の、動画のコメントに入れてくれてもいいですけれども、まあ一番新しいコメントに入れてもらっても全然チェックはしてるんで。で、一応ね、なんていうの、ダウンロードしたら返信します。ダウンロードしたらありがとう、基本ありがとうございますって返信するんで、まあそしたら、あ、なんかダウンロードされたなって思ってくれればと思いますので、またぜひ次回以降も見に来てください。じゃあ今日はこれで終了します。